東京大会は2年生5人で立つんですの。そして私たちに勝つところを見せてくださいっす。あんたたちそんなのできるわけないでしょ。どれだけ練習頑張ってきたと思ってんのよ。朝から晩まで毎日毎日ラブライブのためにみんなで一緒に喜ぶために頑張ってきたんでしょ。2年生5人で出たいって言ったのはスミレ先輩。それは